スイス国鉄の歴史的機関車として、胴体保存されているリオン 4i101 号機、同年代に製造された、軽量客車と、軽量制御客車を牽引にスイス国鉄の歴史的機関車として、胴体保存されているリオン 4i1044 号機緑塗装スイス国鉄リヨン110系電気機関車は、スイスのスイス国鉄の本線系統で使用されていた、電気機関車である。 なお、本機は1989年のスイス国鉄の昇号改正により、リオン1 0型となったものであるが、現車は廃車となるまで当初形式のリオン 4i 型のままであった。1930から40年代のスイス国鉄では、ブフり式の i3、6i 型や、i4、7型が主力機として、列車を牽引していたが、並行して、 軽量構造の機体による高速列車が導入されており、本線の高速列車用や団体、臨時列車用として、部に4型や、第4、8系、ラブド8、16型などの軽量高速電車を導入していた。1940年には、軽量高速の荷物電車が短編成の軽量客車を牽引する列車により、 ジュネーブ・ベルン・チューリッヒ・ザンクトガレン艦などの都市間列車用を運行することとして、不要ン、4型を導入していたが、その時代のスイスでは、第二次世界大戦の影響などによって、輸送量の大幅が増えていたことから不要ン、4型重連がけん引する、軽量客車重量編成の列車では輸送力が不足したため、従来同様の牽引力を持つ、電気機関車牽引による列車が望まれていた。 一方、大業の電気機関車においても、粘着重量の有効活用、曲線通過速度の向上や、スイスでは輸入に頼らざるを得ない、戦略物資である、潤滑油類の使用量の低減を目指した、新技術が開発されており、1944年には、ベルン・レッチュベルク・シンプロン鉄道が、ボボの車軸配置で、高い曲線通過性能を持ちつ,つつ、 27パーミルで400トンの列車を、牽引可能な高出力を発揮する、全軸駆動機である A4、4型を導入していた。こういった状況の中、スイス国鉄では、比較的平坦な路線において、軽量客車からなる都市間列車を牽引する電気、機関車について、まず最高速度実速1 2 5トルで、 曲線通過速度向上のために重量を56トンに抑えるという要件を定め、その中で最大限の出力を確保するという方針で開発を進め、リオン 4i 型電気機関車として1946から51年に50機を導入している。この機体は、ボボの車軸配置と高圧タップ切り替え制御により、最大 137KN の牽引力と、 時速 125km の最高速度で、軽量高速電車と同じ速度区分、R を特徴とする、軽量高速機であり、車体、機械部分、台車の製造を、SLM が、電気部分は、NFO を、主担当として、主電動機と補給類を、NFO が、主海兵器、主変圧器、主電動機の製造を BBC が、制御機器を、SAS が担当しており、最終的に、 スイス国鉄が設定した主な仕様は以下の通りであった。なお、1946から48年にかけて、正面貫通式の一時型26機が3回に分けて発注、製造されている。その後、1950、51年に正面非貫通式で若干出力が増強され、電気ブレーキが省略された二次型24機が、 製造されており、最終組み立てを427から434号機は、BBC435 から442号機は、NFO443 から450号機は、サスが担当している。また、基板は製造当初、通常の機関車の1万番台の5桁のものではなく、来に4型やフヨン、F4。 4型などの一連の軽量高速電車と同じ3桁、ものであったが、後に40111号機のように5桁の、基板に変更され、実機に表記されている基板も1957から63年に5桁の、ものになっている。製造ロットごとの旧基板と、基板、SLM 製板、製造年、機械品、電気品製造メーカーは、下記の通りである。 基本構造一時型二次型塗装能力色塗装りン4、4 i 1万1号機緑塗装一時型の冷却軌道入り口が銀色塗装となった状態 T 塗装り四4 i 1三3 3号機 T 塗装正面にスイス国鉄のエンブレムを設置した1973年以降の状態1982年ジュネーブ赤色塗装り四4 i 1二2 9号機 ラル3000による赤色塗装機1991年走行機器電機機機機改良高新重連装滑制御装置設置ドイツ上入り対応機入れ替え専用機で 44i10331034 号機と共に T 列車ババリアに使用されたスイス国鉄の食堂車 WRM518588 から 7000 70から6号車西ヨーロッパにおける、全一当社による国際列車である T は、1957年の運行当初は、国境駅での機関車交換の省略と出入国、管理等の列車内での実施による所要時間の短縮を図るためにすべて機動車による運行となっており、1961年には、来定位型電車による運行が開始された。 しかし、固定編成の機動車や電車による列車では、旅客数の増減に対応しづらいなどの理由から1963年以降は、伝統的な電気機関車の牽引による T の運行が開始され、リオン 4i 型もラインゴルト及びババリアの牽引に使用されている。ラインゴルトババリアセントラル版 AG で、胴体保存されているリオン 4i108 号機、 デュースブルク中央駅2007年同じくセントラル版 AG で胴体保存されるリオン 4i1019 号機デュースブルク中央駅2007年 T クラシックスで胴体保存されるリオン 4i1034 号機オリジナルの T 塗装とは全面ナンバープレート部のみ異なる2012年ありがとうございます